千里氏は、京都府京都市中京区にある経由前の老舗。工事年間に起こったとされる、法医業、千切り屋の流れを組む一社で、千切り屋一門の始祖は千切り屋、西村蔵添江門と伝わる。千里氏では、代々当主が総左門を名乗り、千切り屋の、千と総左門の、里氏により、千里氏を屋号とす。千里氏の門は当に、立花、菊。 富士の花をあしらったもの。創業は1604年とし、1937年に、千里市の名で株式会社化、全国の百貨店、五福店に販路を持つ。現在の当主は15代西村総左衛門。戦争資料館には、衣装関連の美術品や資料が収蔵され、その一部は戦争ギャラリーや、貸し出し先の美術館で展示されている。 西村総左衛門十二代目工事元年、千切屋、西村与蔵右衛門定期により、法より物業として、京都室町三条にて創業。二代、与三衛門優帝の長男、中兵の子、自兵の家系が野号として、千春を四男、長衛門の三男、総左衛門の家系が、 戦争、四代、与山え三江門重貞の次男の吉江門貞都市の家系が千吉を名乗るなど、千切屋一門として多くの店が生まれた。千切屋一門は、江戸時代に、衣棚町を中心に交流し、その数は100余県に及んだという。千切屋一門西村家は、京都における最古の商家の家柄として知られるようになった。千切屋の由来は、 奈良の宮大工だった園祖が、春日大社の拙者である、若宮神社の祭事の際に、幸福寺主とのも心する、ちぎり花の台を、毎年制作奉納していたことからと言われる。ちぎり屋一門が用いている門の三つのちぎり台を、図案化したものである。戦争は三代ちぎり屋、あたい三江門の分家筋にあたり、漢文十二年に、西村定道が総在門と称して、 家を構えたもので、主に東本願寺を中心に包囲を取り扱っていた。状況、元禄時代以降、金蘭巻物や友禅を扱いに加え高い品質の染め食品製作、販売を続けた。江戸時代、それまでののり棒線という染色技術に、大木絵師として名高い宮崎友禅生が斬新な、津柄を応用。そこから友禅染めが始まったと伝えられている。 元六十六年には、友禅染めが大流行。当時の千里氏は、御所や三宅の御用、門跡家の包囲、友禅子育てなどを手掛けていた。明治に入ると、東京戦都や廃物希釈などの影響で苦境を迎えるが、1873年に三国有、眠りの三男直厚が十一代、西村総在門の養子となって、 西村総右衛門を名乗り、新しいビロード友禅などの技術によって、新境地を開いた。明治7年に、青山御所、翌8年には、吹上御所の内部装飾の御用命を受ける。その後、世界各国の万国博覧会で、次々と小石文を獲得。西村総右衛門は1891年に、先代の家督を継いで12代。 西村総在門となり、友禅や絹織物の販売のほか、室内装飾品を商った。1935年に、養子の総太郎が家督を継いで、西村総在門を襲名、千里市の社長に就任した。第二次世界大戦中も、技術保存資格者として友禅の製造、販売を許可されていた。また、 昭和33年の皇太子秋人新王成婚に、祭祀、皇太子妃、道子の調度品を、はじめ、各三宅の調度品を受注した。開祖、千切屋の創業450年を迎え、千里市では現代生活空間や、都会の景色に溶け込む、着物の提案として、新しいコンセプトの小売店、里市屋を、京都本社1階にオープンした。ありがとうございます。